配です。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこです。キラーハンたちは始めていきましょう。こう見えても高校時代は生徒会長だったんだ。ビーチバレーのこと最初進めてくれたのはお母さんなんだ。ちょっとお願いがあるんですけど。召喚じゃないクエストって今何になってる？あ、ジャイアントクロモンは終了したけど、葉山こうだよ。テルちゃんの1歳年上のお姉ちゃんなのです。あとはトレードショップで交換する。こっちは今だけ。137。交渉成立。惜しいな、あと6つあればな。スーパーチケットのみ交換できます。ということで諦めるしかないです。ということで新しいイベントに行きましょう。これですね、ブライダル。なんだこれ、ブライダルなんたらかんたら。一番右はなんだ。素晴らしいです。なんか別になってる。結婚いかがです。捨てるな。バタ。やれやれ。いいですか。服が怪しすぎる。もう。やれやれ。そうなんですね。なぜですか。嬉しい。なんか声変わってない？嬉しい。ライデル・オア・ヘル・地獄？かわいいですね。アルミなんですね、アルミじゃなくて。そりゃ別人に見えるでしょうね。あと、いろいろありまして、超多強敵クエスト。なんとか果実は美味しいな。
汎用的に使えるものがやっぱりいいですよね。いつもと違う服装なので不思議な気分ですね。いや全然服に服の役割を果たしてない。いろいろな衣装を着るのも修行の一環になるのかしら。そうだよ。一節。お？世界転生。お？ああ、あれ？気をつけて、チアにめくられないようにしないといけないわ。行きましょう。この属性。あれ、クロモ？クロモ！大丈夫です！させません！え？来た、あれ、クロモ。そんな、そうはなんだろう、物理的に。こんなん簡単に倒せるやん。私が助けるね。必殺を持ってるとか。今は我慢の時だね。当たってください。私たちの勝ちです。やりましたね。いろいろ巻き込まれてる。マッチ。本当？え？グヘヘ。煽ってますね。やりました。素晴らしいです。
木田哲也かな。え？はあ。まさか。そうだよ。そうだよ。あの。どうした？え、どっちなんだ、めんどくさいな。残念です。え、お別れなんです。ちょ、よかった。泣いてます。最後って、気をつけて、チアにめくられないようにしないといけないわ。光属性かな、使いづらいけどな。まあ光属性でいきましょう。氷属性ですね。小羽根。頑張って皆様のお力に。小羽根登場。ジャパン。でもね、うん、ですね。うわあ、お任せください。
くらい。やっつけましょう。修行の成果をお見せします。参ります。キラキラの思い出よ。これが本当の狐の嫁入りなんちゃって。四節。すごいです。うん。かな。ねえ、書いた。告白するんだ。えいや。さあ協力。すいません。ゴー、フォー、ハッピー。フレー、フレー。立ち上がった。すごいです。きたきたきた。なんでこんな音がするの。どんだけの体重なんだ。わーい、ありがとうございます。うん、またか。嬉しいです。やるじゃない。気をつけて、チヨにめくられないようにしないといけないわ。それで第5節、これをバトルはありません。いかがです。わーい、嬉しい。ですが、はい、そうよね。ちょっと聞いて。
なんでもね。そうなの？マジで？いけません。まったく。はい。ええ。うん。マジで？そうですね。うん、つまり、あの、素敵ね。ですが、もう一に行こうかな。これが本当の狐の嫁入りなっちゃって。六節。ランプです。今度はお店。あ、アルミネーションの世界。なんと違うでしょ。やべえ。お？お手伝いいたします。マジで？ご安心を。ありがとう。うん。こんにちは。あ、はるみ登場。はるみ姉さん、お助けします。ん？なんで？え？行きましょう。いろいろな衣装を着るのも修行の一環になるのかしら。行きましょう。より遠いのか。なんでこんなとこまで。はあ、確かに。いや、そんなわけにはいきません。だけど、お？そうやね。そうですね。うん。
どうかな。うん。はあ、カレーの味を一言で表すなら、やべえ。さすがです！お任せください！見過ごすわけにはいきません！でかい。私だってやる気ですよ！助太刀いたそう！心配はいらないです。当たってください。強い。正面突破でいきましょう。ここは私は引き受けた。時間はかけたくありません。確かに。皆様ご一緒に。ありがとう。嬉しいです。残念です。お別れなんです。あら、こんにちは。やべえ、すげえ、マジで。気をつけて、知恵にめくられないようにしないといけないわ。はい、というわけで、ここ前半ここまでですね。聞いといつまでもっていうことで、次回は車両クエスト後編をお届けいたします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。僕ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。また、このキララファンタジアですね、今まで遊んだ記録、動画プレイリストに載せております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。